レイディスロスワイン1891ラディスラス、ワイネック、バイネック、ワイネックトも、レイディスロスワイン、または、ワインラースロー、ラディスラフワイン、1848年2月13日1913年11月12日は、オーストリアハンガリー帝国地下にあった、ブダ生まれの天文学者。プラハ天文台帳を務め、プラハで没した。 ウィーンに学び、その後しばらくドイツのシュベリンの写真研究所で働いた。1874年、金星の日表通貨を観測するため、ケルゲレン諸島に派遣されたドイツ観測隊に加わった。観測結果は、ドイツの学術師のバークタ・レオポルディーナに発表した。1833年に、プラハ大学の教授となり、クレメンティヌム天文台長となった。 フリードリヒ・キストナーと協力して天文移動変化の測定を行い地球の極運動を発見した。リック天文台やムードン天文台で撮影した月面写真を用いて1894年に初めて写真に基づいて作成された月面図を発表した。月のクレータや小惑星ワインにワイネックの名が命名されている。ワインイコール 1986WN7 イコール 1991RH10MPC2021 年9月5日閲覧。ありがとうございます。